プロスピエースということで、プロスピエースの日がやってきました。さあ、着々とですね、自主練もしてレベルをやって修行をやってきてますけどもですね、今日はですね、前回に引き続いてですね、試合をやっていきたいなと思います。ザッキーチーム対ホークスですね。なんかどんどんレベル上げていきたいですね。礼儀がいいスタンプだったりですけども、シャーとかマジやめてほしいよ。本当最高よ、石川。そう、俺も先頭ヒット出す確率めっちゃ高いよ。なんでこんな簡単に打たれるんだろうな。立ち上がりストレート、いいよ、コントロールいいよ、さすが。さあシンカー、シンカーと高速シンカーの出し入れが有効らしいんだよね、この石川の場合は。振れへんな。よし、ここで高速進化いっとこう。ふい、フォア、ちょっと危ね。フォアルかよかった。ストレートインハイ、緩急で勝負。はい、オッケー、緩急オッケー。高速進化、あっぶね、いったかと思った今。本当に角度完璧だったんじゃん。バースか、一回牽制入れとこう。すごいよ、なんかストレートタイミング合ってんな。様子見のカーブで、うお、振った、何でも振るんじゃん。進化ボール球、針切りすぎた、あぶね。調子こくとミスカーソルするな、本当。今ホームラン行かれたと思ったわ。シュート、フロントドア、ふい、ボールか。ストレート、アウトハイ、インコース見かけてアウトコース、ふい、ふい、リード最強。相手の先発柳だって、あんま対戦したことない。さあ行こうよ、先頭出すってよ。佐々木の作戦はもうインコース待ち続ける作戦だからね。そう、ああるボールか今の。詰まった。さあインコースいけ。さあ早いのか、まあいい感じだと思ったけどな。インコース全然けん、どこや。はい、縦面うまくツーベース、いいよ坂本ちゃん、いいよ。よし先制いこう、吉田正尚いこう。なんでそんな手出した中途半端に。よしマッチ4番の仕事しよう。最近熱を言いたいな。あーシュート、あーいい感じだったのにな、センター裏。高速シンカーとシンカーにも出し入れていこう。らしいよ、打たして取る戦法よ。石川まずは先頭バッターを打ち取っています。そうカットボール、さっき多分初回カットボール甘かったんだな。いい感じで詰まらしてるよ。ボール、そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょうね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。全然振れへんな。高速シンカーで先パタリ、変化球タイミングありません。シンカーの緩急や、おいい感じ。シンカーの緩急から今度はストレートで緩急、ほい、おー危ない、ついてきてる。最後はやっぱり高速シンカーで、おー振れへん、めっちゃ選球眼いいやん。よーし、おーナイス、オッケー、よしさよなら行こう。1点取ったら勝ちや、この先行け。
何でも振るな、何でも振っちゃうな。あー詰まった、そこで最後はインコース待ちきれず。縦の変化気になる。お、抜けた。セカンドゴロかと思ったらライト前抜けた。よし秋山いけ。 B の秋山もうお前このチームの柱やぞ。今の戦力で足りひんのはやっぱセンターなんですよね。でもセンターなんですよね。インコース来たけどゲッツゲッツ。あーなんとか踏ん張る。ここ石川頼むよ。シンカーと見せかけて勝った。いいよ。で今度はシンカーと見せかけてシュート。ほい、おし、はい、1-6-3ダブルプレー。いいよ、ツーアウト。さあここしっかり抑えよう。スローカーブで一回ボールから入って見せとこ、緩いの。そうそうそう、で緩急つけてストレートを詰まらせろ。ああいいよ、リード完璧。さあもう一回同じ、遅いの待ってるやろ。ああそう、3球連続続けちゃう。インハイを見逃し、取るな取るな、ファールファール、お取るな取るな、お取るなってマジで嘘やん。取らんかったらファールやで。キャッチャー怒んで。ほう、なんとか抑えたけど取らんかった。うわ取らんかったらファールやで。おかわり君頼む。バンドか、得意の得意のおかわりバンドか、行こう。ピッチャー交代、直すの忘れてた。バンドバンドやっぱり無理か。おかわり君じゃバンド無理や。もう打ちに行こう、打っていこう。ちょっとそら。おお、結果的にマンブリセーフティー。さあ行こう小林、いけ、ヒーローになれ。インコースあんまり切れへんな。スライダー緩急で完全にやられてる。ああショートゴロやばい。頼む亀井、一本行こう、負けちゃうよ。落ちろ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 、走れ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 、さよなら。また来た、さよなら、勝負強い。さすが亀井。あぶねえ、負けたと思ったけどシフト勝ったっす。やったっす。鈴木大地一番にしてたんですけどね、あの亀井の方がいいかなと思って、あのまあお分かりの方もいるかもわかんないですけど、亀井一番にしてたんですよね。それがいい方向に働いたし。でもあの表のあれはもう俺がキャッチャーだ、取るなって言ってるけどね、あの三塁側のあのボテボテ、なんで取るんやろうな。で内野安打にして1点、いや勝ったからよかったけど、キャッチャーの指示ちゃんと聞いてほしいよね。取るなって言ったら取んないでほしいよね。まあでも勝ちました、しぶとかったっす。亀井ナイスイ。あの東京ドームで敬遠されて打てなくて最後サヨナラホームラン打った、あれ確か2018年か7年か忘れちゃったけど、あの試合見てたと感動しました。それと同じぐらいナイス活躍。さあじゃ あの最後に今日ガチャやりましょうか。高座の達人でクリアした、S ランク確率 10% と 30% ガチャやりましょうか。今日ねついてるからね。さあまず 10% ガチャですね。今もう欲しいのはセンターだから、センター欲しい。もう誰でもいいから、とにかく。さあ来い。どうなの。A の山本由伸。まあでも S の山本由伸が来た時の限界突破用には大事ですね。よし 30% 3割の確率で当たるんやからいけるやろ。さあ行け。俺の打率より高いで。でもなんか特別な演出全くないな。球も燃えへんし、なんかカットイン入ったな。おこれ座った。さあどうなの。 S
30%日本ハム近藤選手来ました。まあ、センターじゃないですけど代打とかでも使えるっすね。 S 確率高いっすよね、 30% で引いて。まあ、でもやっぱセンターがね、だからまだ秋山っすね、 B のいつセンターが来るかっすね。まあ、これからも気長に頑張っていきたいと思います。ということで、あの瀬戸際からしっかりものにした、サヨナラゲームお送りしました。ありがとうございました。